皆さんこんにちは。動画で語る日本史の疑問です。この動画は、私が趣味で学んだ日本の歴史の中で、不思議に思って調べたことを、紹介いたします。皆さんの雑談のためや、試験勉強の一助になれば幸いです。今回のお題は、こちら。明石元次郎大佐に関する疑問。日露戦争当時、ヨーロッパでの脅威及び破壊活動で帝政ロシアを背後から揺さぶり、日本の勝利に大きく貢献した明石元次郎大佐。当時の参謀議長、長岡外史は、明石の活躍は陸軍十五師団に相当する、とその活躍を称え、また、ドイツ皇帝のヴィルヘルム2世は、彼一人で、満州の日本軍20万人に匹敵する戦果を挙げている、と言わしめたと言われています。もっとも、ヴィルヘルム2世はロシアが嫌いで、第五教育路線のビスマルクを嫌って追い出した人物ですが、何にせよ、明石は、革命の機運に満ちた帝政ロシア時代の黎民に会い、諦めかけていた革命への闘志を再び湧き上がらせました。日本の軍人が黎民に会い、それが後のロシア革命につながったというのは、非常に痛快な話ではあるのですが、実はこの話は、明石元次郎がでっち上げたネタであることをご存知でしょうか？というのも、後に明石元次郎が開催した反帝政ロシア会議において、黎民が率いるボリシェビキは、協力を断っているのです。黎民と明石の仲が良ければ出席するはずですから、これはおかしな話でしょう。またロシア第一革命では、まだ黎民はその代表的な立場を構築できておらず、明石が先導したとは言いにくいのです。そして後年、明石の日露戦争中の活動を検証してみると、彼が黎民と会った事実は確認できず。しかも当時、明石はロシアの公安のフラーナにマークされており、その行動がロシアに筒抜けで、その報告には黎民に関するものがないのです。さらに、日露戦争後に、明石元次郎の武装蜂起扇動計画が暴露された本が出版され、しかも明石元次郎が書いた報告書まで載っていました。これは、オフラーナが明石の泊まっていたホテルの隣の部屋を貸し切り、来訪者確認や登庁、部屋に潜入して報告書の撮影などを行っていたからなのです。ただ、このオフラーナからの明石に関する報告は、帝政ロシア政府に信用されず、生かされることがなかったのが幸いでした。他にも、反帝政ロシアのポーランド人を買収し、シベリア鉄道の破壊工作を計画しましたが、これも厳重な警戒に阻まれ、小規模にとどまりました。と言いつつも、破壊工作活動はうまくいかなかったものの、ヨーロッパやロシアの情報収集と分析については、明石は非常に大きな成果を上げました。その意味では、明石元次郎は、日本史上最高のスパイだったと言えるでしょう。また、日露戦争後の明石ですが、1918年に台湾総督に就任します。在任中は台湾に電力会社を設立、水力発電所を設置したり、日本人と台湾人が等しく教育を受けられるよう法律を改正し、台湾人でも帝国大学に進学できるようにしました。そして台湾最大の銀行を設立したり、あの台湾で一番有名な日本人、八田余一の申請した農水施設、河南大衆を承認したりと、台湾の発展に尽くしました。河南大衆、建設には、実に台湾総督府の予算の3分の1が費やされましたが、この農水施設により台湾の耕地面積や灌漑面積が広がり、農作物の生産量は飛躍的に増大することになります。帝国主義時代の欧米の植民地政策は、そのようなインフラ整備はずっと後回しでしたし、現地人には教育の機会も与えられませんでしたから、明石は台湾を単なる植民地とみなさず、いかに日本人と同等に扱っていたかがよくわかります。しかし、台湾総督就任後、日本に帰国する途中に、当時流行していたスペイン風邪にかかり、わずか55歳で明石は亡くなります。彼の遺言により、明石元次郎の遺体は日本から再び台湾に移送され、現地に埋葬されたのです。なお、日露戦争中のスパイ活動中の明石元次郎のエピソードを2つほど紹介したいと思います。ある日、パーティーに出席した明石は、そこにいたドイツの士官からフランス語で、あなたはドイツ語ができますか？と聞かれました。明石はわざと下手なフランス語で、フランス語がやっとです、と答えたのです。すると、そのドイツの士官は、明石を無視し、ドイツ語でその場にいたロシアの士官と重要な機密について話し始めました。しかし、明石はドイツ語を完璧に理解できたので、
その機密をすべて聞いて日本に報告したのです。明石は、ドイツ語はもとより、フランス語、ロシア語、英語も完璧に理解していました。スパイの条件の一つに、様々な言語を理解し話すことができなければならない、というのがありますが、まさに明石は一流のスパイでした。もう一つ、日清戦争が終わった後、明石が参謀本部勤務中に米西戦争が勃発します。明石は幹線部官として、アメリカ軍とスペイン軍が戦っていたフィリピンを訪れました。この時、アメリカ軍は、陸戦においてはスペイン軍とは直接交戦はせず、フィリピン独立運動の指導者、アギナルドの率いる市民軍に武器と資金を援助し、支援していたのです。アメリカ軍の支援を受けたアギナルド市民軍は、各地でスペイン軍を撃破し、これを駆逐しました。明石はこの戦いをつぶさに観戦し、後のロシア革命工作の広報破壊活動のヒント、すなわち敵の中の反対勢力を支援する、を得たと言われています。アメリカ軍はその後も、中国の国境内戦など、数々の紛争において、このような現地の反政府軍に武器やリソースを支援していますね。ちなみに、明石元義号のロシアで使った偽名は、アバズネーフ、だったと言います。日本語がわかるロシア人には、一発でバレそうなひどい偽名でした。以上、今回の動画で語る日本史の疑問、でした。今後も、日本史の疑問について、調べて紹介いたします。ご視聴、ありがとうございました。何か日本史に関する質問疑問などあれば、コメントいただけると幸いです。また、チャンネル登録していただけると嬉しいです。